ムーナ先輩からやっていこうと思います。そして、まあ、ステージモードでですね、なんと、まあ、今までここハロウィンキャッスルまでやってきましたけど、ゲローラバングヤゴー、これなかったよね。ステージ4が追加されました。ゲローラバングヤゴーって何？ヤゴー、ヤゴーであることはわかる。これヤゴーの家？ヤゴーの家ですかこれ。何ゲローラって何？教えて海外ニキ。 Hey guys 海外ニキ、ゲローラバングって何？え、 ID の運動会ステージなの？すごっ。え、まだこれからなのにゲローラ運動会ステージらしい。なんでヤゴーが出てくるんだ。じゃあちょっとやってみますか。おお、本当だ、運動会だ。あ、待って、月でかっ。ヤゴーステージですね。なんてか、なんで ID 運動会のステージにヤゴーってついてんだ？どうしてなの？ヤゴーが愛されてるってこと？